サイコ、京子や刑事とうまくいきそうか。ええ、私のことを実の母親以上に慕ってくれますわ。まあ素晴らしい機会ですのね。でもどこかに弱点はあるんでしょ。何をバカなことを。さあ弱点を言え。お前正気か。正気よ。さあ言うのよ。何をするんだ、話せ。言いたくなければ超変圧器の図面をこちらへ渡しなさい。話せ。おい誰か来てくれ。待て。おい、あー、しまった。お父さんがいなくなられたのは3日前です。やっぱり来てないわ。遅刻常習犯だから仕方ないわね。でもアルバイトで少しお金が入ったから映画でも見に行かないかって誘ったのはお兄ちゃんの方よ。うん。ちょっとお姉さんたち、その車あんたたちの車。ええ、あたいたちとドライブしない。あの、私たち人と待ち合わせしてるんです。先輩、金なんかやることないよ。京子さん、なんだこいつ。どきな、ほら、どきなよ。離せよ。杉本京子。あ、稲妻のお京さんのことか。呼んできてやるよ。お願いします。稲妻のお京。あんたたちお京さんと一緒だったよね。どこに行ったか知らない。あんたたち誰。何すんのよ。スパイダーストリング。これを持っていなさい。これ私にプレゼントしてくれるの。体から絶対離してはいけないよ。もちろんよ。それに誰にも言ってはいけない。嬉しいわ。 あ、こんなとこにいたのか。お京さん、君を探してる人がいるよ。杉本京子さんですね。はい。あれ、なんでお前こんなとこにいんの。京子さんを探してる人ってお兄ちゃんだったの。ああ。拓也さん、京子さんとどういう関係なの。いや一体どこへ隠したんだ。健一、いつ帰ったの。何かあったの。泥棒が入ったらしいの。本当。さあ健一、片付けるから一緒に手伝ってちょうだい。うん、いいよ。はい、お手伝いのお礼よ。いただきます。スパイダーマン、スパイダーマン。京子さん、面白くなくてディスクに指立ってるのか。あら、お兄ちゃん人のこと言えないでしょ。え、マシーンで遊んでばっかりいるのはどこの誰。いや、それはね、お前。何よ。行ってきます。タクジ、ちゃんと食べて学校行きなさい。昨夜の停電によって大混乱に陥ったニューヨーク市では、一夜明けた現在も
人々がスーパーやデパートに入り込んで商品を勝手に持ち出すなど無法でいつ見ても面白いものよ。京子はどうしちゃったんでしょうね。アマゾネス。健一、これから京子を探しに行きましょう。僕も行くの。そうよ、さあおいで早く。アマゾネス、お前の三姉妹を見たぞ。スパイダーストリング。待て、やめて。何か捉えたものがあるかい。発電所の図面だけを取ってったわ。どこの発電所だ。いつの間に。大東京の停電を阻止する男、スパイダーマン。やれ、倒せ。バーベラー。はい、これはお返しします。京子さん、ケンチ君、気を落としてはいけないよ。兄弟力を合わせて頑張るんだ。じゃあ。京子はしっかりしている娘だ。健一を引っ張って元気よく生きていくだろう。スパイダーマンはそう思った。